刑法書がご入り用ですかな。時間ね、行く。諸君の皇帝劉備は言った。この法に誰よりも迅速に反応したのは魏の軍師司馬である。かの奇才は後手より同時進行し一気に職をほぐる体系を創上、自らも兵を率いて漢中の要所に進軍した。一方、魏の動きを察知した蜀の諸葛亮は清兵館に馬超を派遣。陣馬一体の猛者が入り、清兵館に隙はないかに思われた。だが堅牢な砦を前にして司馬の目は輝きを増す。彼は猛将馬超を破るための切り札を用意していたのである。その切り札の名は浦和書き妖花王位。この地は勝手知ったる庭のようなものです。各地への連絡、兵站船の確保、私にお任せください。それは頼もしい。しかしお前の目的は。支援は人を落とす。それをご心配なさるのですか。ご安心、仇が使えるものと同じ具は犯しません。ならばいい。その冷静さ、偽りでないなら役に立ってみせろ。行くわ。覚悟はとうにできて。はっ。東の橋を修復し奇襲部隊を送る。作戦成功まで前線の砦を死せよ。懐かしい風、空気の匂い。帰ってきたのは魏の参謀として。もうすぐ完了する。今しばらく耐えてみせろ。逃がさなくて。撃ち取った。さすがですな。そ
兵らの士気も高まりましょう。戦前に全然の取り手が落ちたって仕方あるまい。兵力差で押し潰すまでよ。逃がさない。私の知略に勝てるとお思いか。しくじった。あとは頼んだぞ。これは厳しい状況だ。救援には礼を言う。
するけど、バ一族のバタ、あなたも仇の一人ってことになるかしら。さあ俺と勝負だ。アジロしろ。私こそ真の三国無双よ。連行しない。勝利を
撃ち取った。さすがですな、将兵らの士気も高まりましょう。悔しいが、ここは光れば。悔しいが、ここは光れば。勝てると思いか。
討ち取った。それ以上飲んで城の酒樽を空にする気か。芝居殿、たかが将一人を取り逃がしたくらいで何を落ち込んでいる。諸葛亮も眼色を失うほどの戦運びをしたではないか。あまりお褒めにならないでください。かえって虚しくなります。褒めてなどいないわ。本当は追っていきたかったのです。でも戦前に啖呵を切ってしまった手前、そうもいかなくて。なるほど。清涼の死神の首、それが唯一私の望むもの。どうか今しばらくお付き合いください。全てを投げ落ち、手段を選ばない、それが私のやり方に。